お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムレイディオ、レイディオ始まるよ。お世話になります。イグザムの黒です。黒です。黒さん、え、いや、ついに何、いや、ついに来たよね。何がここまで。いや、だから何が、バイオレットエヴァーガーデンがネットフリックスで劇場版開始になってる。あのさ、怖い、早口が早口が怖いんだよ。なったよね。4月22とかそれぐらいかな、そうね。そう。いやさ、会社帰ってきて、結構遅くに帰ってきたんだけど、2時間ぐらいあるんだけど、うん、見ちゃったよね。どうでした？ 2 時半に寝たな。12時ぐらいから見てる。そうだ。もろもろ終わって12時から見始めちゃってる。いかがでした？感動した。原作も読まれた上で。ええー、感動した。うん、なんか、あ、こう、よかったって。こう、時間をめちゃくちゃ飛び越えるじゃない？俺、違うやつ見てる。違うやつ見てる。違う見てるやつ。時間を飛び越えるもドラえもんみたいな。そう、なんか、なんか、いろいろ、本当に間が見たくなるなって。ああ、そういうことね。あ、時間が飛ぶ、そういうことね。時系列が進んだ上でのってことね。そうそうそう。はいはいはい。ね、なんかもっともっと、もっともっと見てたいなって、思う内容だったな。いや、よかった。本当によかったな。うん、これ以上ねえわ。だから映像として楽しむアニメ版の良さと、そうだね。原作小説の良さ。そうだね。どっちも楽しめた。本当に本当に申し訳ないんだけど、まだ原作返してないね。本当だ、早く返せよ。